はい、皆さんこんにちは。ナンクルナイサーのお時間となりました。FM ギノワンでは、コメントツイキャスなどで、募集しておりますので、どしどし、お越しください。引き続きですね、エナジーチャージステーションのミキさんと、2人で、パーソナリティをさせていただきたいと思います。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、今日はですね10月30日の収録ということで、はい、まあ、来週再来週のものなんですけど、一緒に番組スタートしてます。はい、来月からですね、私がちょっと1ヶ月お留守にしますので、またですね中継でお話できたらいいなと思ってます。ね、忙しいね、はい、頑張ってね。いや、もうバタバタと、あっちこっちいろんな県に行くので、風邪ひかないようにね。もう寒いでしょ。もう多分寒いと思いますね。10月入ってから、友達が自分がこの、ついこの間東京行った時はまだ暑かったんですよ、9月の末で、半袖でいいぐらいだったんですけど、私が戻った瞬間に風が強くなったみたいで。なるほど。はい、ちょっと寒くなったよっていうことで、だから10月末はもう結構寒いんじゃないかなっていう。なるほど、ね。はい、で来月は長野に行かないといけないんで、長野はさらにまた気温が低いんで、ちょっと長袖を多めに、ね、はい、持っていかないといけないです。はい、長野はちょっと小梅町っていうところに行くんですけど、そこは結構山の中なんですよ。なのでちょっと寒さしのがないといけないです。そこに2日から入るので6日に帰ってくるんで、でそこから東京で仕事をして、その後にまた大阪行って、で大阪からまた三重県行って、三重県からまた大阪行って、そこからまた東京なんで、長いな。はい、長いっす。はい、まあでも行ったら行ったらでもあっという間かもしれないんで、移動が多いんで。そうだね、はい、そうだね、移動だね、はい。問題はちょっと長野県の寒さ耐えられるかなっていう、宿泊先が山小屋なんですよ。コテージを借りて、スタッフはコテージなんで、前回去年も同じイベントで自分行ったんですけど、その時は夏だったんで、そこまで、でも夏でも結構寒かったんですよね。コメント来てますね。ありがとうございます。太郷さん、土曜日に東京から山形に帰ってきたんですが、めっちゃ寒かったです。おお、なるほどですね。山形も結構寒そうですね。寒そうだね。山形どこですかね。鶴岡は行ったことありますよ、私、山形の。あと、酒田も行ったことあります。酒田はあれか、秋田県だったっけ。もうね、あ、そう、全国行きすぎてね、どっちがどっちだったか忘れちゃったんですけど、でも山形、さくらんぼ美味しいですよね。鶴岡は行ったことあります。イベントで行って。大悟さんはね、はい、どちらなんでしょうかね。どちらですかね。だしが有名ですよね。だしっていう食べ物があって、ご飯の上とかにかけて食べるんですけど、ネバネバしたこれ山形の名物で。合ってた、酒田山形県です。写真家の人がいるんですよ。私、それ見に行ったんですけど、名前忘れちゃった。あのカメラマン。酒田にあるんですよ。この、有名な美術館ってこの写真館があって。その人のとこ見に行って、酒田まで。で、それが秋田県だったか山形だったかちょっと忘れてしまって。だいぶ前なんですけど、酒田もいいところですね。はい、でも山形の名物は出汁が好きです。はい、もう食べたことないです。ご飯の上にかけたら最高です。ネバネバしたなんかこの、出汁ありますね。夏によく出汁を食べますって。そうなんだ。はい。これなんかさっぱりしてて、なんかお酒のつまみにもいいなっていう感じですね。あ、そうなんだ。はい、なんか自分なんかこの、山形県でも食べたんですけど、映像のこの仕事をしてた時に、山形出身のスタイリストさんがいて、よく作ってみんなにあげてたんですよ、スタッフ全員に。もうタッパーいっぱいに作って、でご飯の上にかけて食べてくださいっていうことで、でその時に、ああ美味しいと思って。だから各家庭によって味が違うみたいなんですけど、あ、めんつゆに入れたりもしますよって。ああ、いいかもしれないですね。めんつゆにね、お蕎麦の中に入れてこうね、食べても美味しいかもしれないです。なるほどね、はい、はいはいはい。もうだしはあれ最高で、作り方がちょっとわからないのであれなんですけど、もうとりあえずネバネバしてます。ネバネバしてんだ、はい、美味しいです。なるほど、はい。
ですね。なんかすごいですね、この山形からこのコメントもらってありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、あの先ほどのもらったあのコメントの方もいたんですけど、みっちゃんだっけ知らんけどっていうあの方からかわいい、みっちゃんだっけ知らんけどってこの名前が受けますね、うんうん、かわいい、まあ、なんかこのチンパンジーの写真で、うん、あの来てますけど、まだ見てますかね、はい、よろしくお願いしますお願いします、はい、またどしどしコメントいただきたいと思いますので、うんうん、お願いします、うん、都道府県でなんか行った中で一番印象に残ってる県ってあります？私はさ、はい、あんまり、東京大阪、はい、ぐらいしか行ったことないね。あ、そうなんですね。愛媛この間行ったじゃない、はい、で、まあ、修学旅行とか熊本とかも行ったけども、はいはい、大人になってから行くとこってやっぱ東京が多くって、はい、と福岡とか、はい、でそれ以外の地方っていうのはなかなか行ったことがないね。あ、なるほど、うん、印象に残ってる県とかってあります？印象に残ってるで、まあまあよく行くとこはやっぱりね東京だから、はい、まあ、東京のっていう感じなんだけど、はい、あ、うん、なんか観光とかっていうよりもいつもなんか仕事とか、なんか仕事なイメージですよね。そう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 、そういうなんかね、はい、うん、仕事絡みが多いのかな、うん、だからゆっくり観光らしい観光とかっていうのはやっぱりなかないよね、うん、そうですね、うん、そう思うと自分も結構仕事だけど東京に住んでた時も、うん、いつでも行けるやって思って結局回ってないんですよね、うん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 、で意外にこの東京って、うんうん、神社がいっぱいあってあるよね、はい、うんうん、あ、こんなにたくさんあるんだって思ったのが東京から出てからなんですよ。うん、要はもうこっちを沖縄に拠点を戻した時から、うんうんうん、向こうに行って実はこういうのあるんだよって言われて初めて分かるっていう。おほ、あ、それまではそんなに行ったことなくて、行ったことなくて。あ、そうなんだ、はい、地方の神社はよく行ってるんですよ、うんうん、あ、なるほどだね、はい、東京だけは行ったことなくて、ほらナックルナイさんにさ、はい、いろんなほらそうこう神社とか、ね、はい、なんか神社巡りじゃないけどそういう特集とかよくされてるでしょ、はい、そうそうそう、もうあっちこっちのが行ってて、東京のだけは、東京のだけはなんか知らない行ったことなかった。あ、そうなんだ。他のところはいっぱい行ってたくせに東京だけ行ったことなくて。なるほどね。でも、うん、あ、こんなにたくさんあったんだと思って、ね、で、うん、御朱印集めるのが大好きだから御朱印ガールだったんですよ、うんうんうん、でまさかこんなに東京にたくさんあると思わなくて、行ったことあるのは明治神宮とか、うん、要は有名なところは知ってるけどそれ以外は行ったことなかったんで、うん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 、で細かく行ってみようと思って、うん、右回り左回りのこの巡り方っていうのもあるらしく、なんかあるらしいね、はい、うん、朝一からもう8箇所巡って、うん、でそれはお金にまつわる回り方、うんうんうん、今度は恋愛にまつわる回り方で、健康にまつわる回り方もあって全然違う神社行かないといけないんですよ。なるほどね。それも全部制覇しようと思って、うん、この東京から出てから全部制覇しました。1年の間にすごいね、全部行きました東京は制覇してやろうと思って、うんうんうん、でそれでこの東京で一番好きなこの神社はですね、うんうんうん、一番あそこが好きで芝大神宮が一番好きですね、うん、あそこは1年に1回だけ強運お守りっていうのが出るんですよ、うん、で正月に出してるんですけど、もう2月前までにはもう完売するんですけど、うん、あの強運お守りを持つと、うん、もう最高に運がすごいっていうお守りで、うんうんうん、じゃあすごかった？確かにすごいではありますね、うんうん、あれ去年買った時は、うん、だからニューヨーク行ったのがそうですね。あ、なるほど、はい、今日のお守りのおかげかなと思って、で今年も買ったんですけど、うんうんうん、今年はもうなんかもうギリギリでしたよ。あと10個しかないっていう時に、へえ、間に合って買って、うん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 、で一応車にかけてはいるんですけど。おー、なるほどね、はい、このだから御朱印って言った、はい、だった、はい、御朱印、うん、はい、これもううちの妹も今広島に住んでるんだけど、はい、あっちこっちでやっぱりね、はい、愛媛だったりとか、うん、はい、この広島だったりとかの、うん、でもらっているんだけど、はい、彼女が言ってたのは、はい、沖縄のこうやって行っても、はい、なんかなんていうの、なんか書きこの書く人が、はい、なんかあんまり書いたことないんだけどみたいで書くんだって、うんうんうん、でも、はい、それって向こうからすると当たり前、うん、だからすごい、はい、ですごい字綺麗ですよ、ね、達筆で綺麗に書くので、もうすっごいの書かれてるでしょ、はい、だからなんか沖縄ってなんかこんなのってあんまりないのかなって、もらうってお願いしたから、うん、はい、あんまり書いたことないんだけど的な感じ言われながら書いたけど、うん、やっぱ他のと見比べると、はい、なんか全然なんか違うよね。あ、もうだからこの達筆したとこの綺麗さがやっぱ違いますね。そう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 、ねえ、はい、だからちょっと練習したらいいのに、うん、みたいなことを言ってましたけどね、はい、うんうん、だから本当になんかでも思いますね。だから沖縄、うん、波の上でも普天間神宮もそうなんですけど、うんうんうん、やっぱこの達筆さがやっぱ違いますね、うん、もらっててこの印鑑とか綺麗にきちんとしてこのなんていうの、こう日付とかそういうのがやっぱり
あちょっと違うなと。なるほどね、はい、引き続きじゃあ後で神社の話をしたいと思います、はい、一旦 CM 参ります。2年、2年、2、3年前だったかな、行ってた、注文とか。なんかびっくり、びっくりだなんだけどみたいな、めっちゃあるよ。10秒前です。はい、ナンクルナイサーのお時間です。タイゴさんからコメント来てます。山形はサバ缶に納豆とネギを入れてそうめん食べます。あ、美味しそう。めっちゃ美味しいですね。もうこれお腹すいたな。お腹すきますね。ちょっと出汁が食べたくなりましたね、久しぶりに。でもう一個書いてますね、四国とか48箇所巡りとかあるからじゃないですかと書いてますね。ご主人の、まあ、確かにこう四国も結構多いですけど、私が結構好きな神社はもう和歌山ですね。熊野古道とかに行った時に、熊野古神社、あそこカラスが有名な神社なんですけど、あそこも結構良かったですね。あとプラスあそこの近くに、壺湯っていうところがあって、温泉なんですけど予約制なんですよ、で家族は入れるけど、基本一人でしか入れない温泉があって、30分だけなんです、あもう決まってんだ。もう決まってて、で中入るじゃないですか。もうほんとこれだけの鍵なんですよ。でちょっと穴が開いてるから、まあ、ひそかに見えるんじゃないかっていうこの数ミーね、数ミーができそうなでその壺湯があって、中に入ってこっちにこう洋服置くところがあって、で奥に下がったところに、岩のところに本当に壺型になっている温泉があるんですよ、ちょっと黒いんです色が、でそこに今、本当家族連れだったら家族は入れる、カップルとか入れるけど、自分その時一人で行ったんで、一人で入って、あすごい30分だけ、もう時間気にしながらお風呂入って、まあ、使っただけなんですけど、で行ったらもう10人ぐらいになるんですよ、出た時に。そうなんだ、はい、じゃあ人気なんだよね。人気なんで、それ出てから、あの近くに温泉卵がつけられるところがあるので、もう先に温泉卵セッティングしとくんですよ、もう一応並んでるんだけど、名前書かないといけないから名前書いといて、でもうちょっとだなって思った時に30分と計算するか、卵入れといてお風呂入って、出た時に卵食べるっていういいね。その裏技をやって卵をやってたんですよ。10個できるんで、すごい美味しかったですね、あの卵。美味しいがず、はい、だから一番おすすめしたいのはその和歌山のこの坪湯っていうところ、ね、熊野古神社行った時に、この近くなので、坪湯ぜひ行ってほしいなと思って、ね、皆さん、はい、あそこはかそです隠れ家的なあの温泉らしいですよ。あの昔当時、あの要は王様の人とこの王妃と密会、で会であった場所らしいです、この穴に入ってた。穴に入ってただけど今はなぜか一人でしか入らない、入れないっていう二人で入るんだと。あ、二人でも入れるんですけどあの自分一人だったんであ、はい、そうかそうかそうか、あ家族でも入れるって言ってた、ね、家族では入れるんだけど、でも人数は多くても3人までかなっていう、ね、それ以上入れないですねちっちゃすぎて基本でも一人でも狭いぐらいですもん二人入ったら溢れるかもしれない、ね、溢れると思います、あれ基本一人です、あの壺湯、本当にもうちっちゃいお風呂ってか普通の家庭のお風呂より狭いんで、そうか、はい、でもそこはまあ貴重な体験しましたね、面白かったです。で温泉いいですよね、はい、だから沖縄の人はさ、はい、ほら、あのシャワーでさ、はい、お風呂入るじゃない、はい、お風呂入るって、まあ、疲れはしないじゃない、はい、大体まあ、疲れる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、大体ね、あの湯船自体がない、そうですね、湯船がないから、うちも今湯船がない、まあ、あのところにいるんですけど、あのね、で今10月でしょ、はい、10月いっぱいまでは冷たいお水でお風呂入ってます、
あ、確かに自分も、うん、あ、そこまで、そうそう、お湯はやってないんで、冷たい水で浸かるわけでもいかないから、はい、そういう、まあ、浸かる習慣がないのと、うん、だからあと大衆入浴っていう、はい、大衆ブロッチョがないじゃないですか、はい、だからなんか人前で脱いだりとかっていうのがすごく苦手、うん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 、だからあの地方に行っても、はい、温泉、うん、行きたいけどどうしようっていうのが躊躇しますね。そう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 、先立つんですよね、はい、それはありますね。だから自分この学生の時大分にいたんで、大分って温泉街なんですよ、うんうんうん、で友達に誘われて、ね、温泉の入り方最初知らないじゃないですか、はい、ずっとずっとキョロキョロしてるから挙動不審だと思われてからでしまいにはそのおばちゃんね、こういう風にやるんでこのカゴに入れるんだよって、カゴ、カゴの出し方まで教えてもらって、はいはいはい、それで分かったんですよ、うん、もう最初目もキョロキョロして、もう本当怪しい、うん、あのなんていうの、 あの紛失者みたいになって、うんうん、やり方教えてもらって、うん、大変でした。でなんかほら着替えるとすぐお風呂に浸かるじゃない、はい、でか私なんかするとやっぱ綺麗にしてから湯船に入るみたいな。そうなんですよ、私も綺麗にしてからじゃないと入れないからでもほら違うじゃない、みんななんかパッて、はい、そうそう、ちょっとだけお湯かけてから入るか、自分がその後から、ね、そうそう、洗うじゃないですか。それもだからなんか違うのかな、かそういうのをお年寄りからすると、はい、みんなお風呂も、うん、体も洗わないでから中に入っていくから、もう自分は湯船は嫌だっていうお年寄りもいるんですよね、うん、そうですよね、自分もきれいにしないと入りたくないんですよねだからなんだろうって、はい、やっぱこの習慣っていうかね、やっぱりこう育ってきたこう、はい、環境かもしれないですね、ないから、うん、そう環境がないから、はい、まあ、そうなるんだと思うんだけど、うん、今でもね、なんかね、はい、どうしよう、何時ぐらいだったら人が少ないかなっていうのを、ね、感じるよね、はい、考えてしまう最初に、うんうん、行きたいんだけども、はい、ちょっと人前ではなっていうのがあって、やっぱりどうしてもこの人がいない時間帯、はい、何時までやってるんだろうとか、うん、ギリギリと30分ぐらいで疲れで行こうかなとか、はい、そういう考えをしますね。そうですね、だから遅いところではな、都内だったら、東京都内だったら3時ぐらいまでやってるところもあって、うん、仕事終わって、まあ、終電ギリギリでも、うんうん、あ、銭湯間に合おうって言って行って行く時もあったんですけど、うんうん、あ、太鼓さんから来てますね。太鼓さん来てるよね。10月で水漏れ考え行水考えられないでしょ。確かに考えられないですね、うん、まあ、一応あの行水みたいなイメージって一応さ、うん、あの大丈夫だっけ普通、はい、もう11月過ぎたらちょっとって言うながら入らないといけないけど、うん、10月ぐらいまではまあね、外気暑いから、はい、うん、普通に。でもあったかいでしょうね、この水出してもこのシャ、うん、シャワー、あの、うん、自分なんかお、なんか真夏はさ熱い水が出るけど、うん、今そうでもないな。でまだあったかいです、あのちょうどほら太陽がカンカンの時はあったかいです。この曇ってる時はちょっと冷たいけど、うんうんうん、基本はあったかい水が出ますよ。あ、本当、はい、あ、まだいけるなと思って。あ、そっか、じゃあタンクが上にあるの。タンク上にありますね、自分 の、 あの住んでるところ、ね、うちの今タンクあるところ地下なので、あ、それでなんだと思う。上にあるからあったらあったかいね、はい、確かに。でからこうなんていうの、こうお湯出しても熱すぎて入れないから、うん、物試しに行ってったらもう熱い、あったかい水が出るから、うんうん、あ、またいけるんじゃんと思ってそうだよ、ね、東京も、まあ、地方だったら、うん、沖縄以外だったらもうこの10月にお風水風呂ってというか拷問だよね。拷問ですねでもまだいけますよ。でも私もたまに水でお風呂入ってます、いまだに。うん、だって10月でも私なんかも普通に今水だよね、はい、だからあの暑いから今でもクーラーつけてるんですよ、うんうん、私もクーラーつけてます。眠る時ね、眠る時でクーラー効きすぎて、はい、ちょっとお風呂入るのもなんかあるかなと思ったら、うん、お風呂場に入ると暑いから、うんうん、あ、そのままでいいかみたいな感じで入りますけど、はい、なんかタイマーで自分いつも寝てるんですよ、あの、うんうんうん、クーラーは、うん、で朝起きると汗だくなんですよ、暑すぎて。あ、暑さで、ね、暑さでこう目覚めるかも、うん、そうそうそう、それでお風呂入ったりするんですけど、今でも暑いもん、だったら30度超えだもんね、超えてますね。今日はどうだろうか、あれ、ね、今日はちょっと曇ってるかそこまでかもしれないですけど、まあまあ、室温26ですけどね、はい、うん、もうまだまだこの暑さは続くだろうなっていう。暑いですよやっぱね、10月あの運動会シーズンですけど、うん、はい、ね、あのやっぱり10月、まあ11、うん、下手したら11月まで暑いよね。暑いですね、うん、だって12月のクリスマス半袖の時もあった、ね、去年の12月自分半袖だった気がするんですけど、うんうんうん、だから沖縄はちょっと読めないですね。読めないね、はい、うん、だからちょっとこの風邪ひかないようにって、あの体調管理を良くしようと思って。そう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 、ね、暑いところからね、はい、だから暑いところからこの涼しいところに行くと、ね、涼しいところに行って、まあ、東京はそこまで寒くはないと思うけど、なんか長野に行くのがちょっとね、うん、寒そうで、そうだね、うん、気をつけないといけない、はい、うん、あの山のところだからどこまで温度が下がるかなっていう、この朝方がちょっと心配ですね、うん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 、自分なんかこの、一応講師では行くんですけど、うんうん、あのスタッフ兼スタッフで行くので、うん、あの写真展 の、 あの準備もしないといけないんですよ。壁いっぱいに貼り付けないといけないんで、これが朝の6時ぐらいから作業するので、うん、へ、なので起きれるかなっていう
頑張っておきましょう。はい、こう去年も寝ずに、あ、うんうん、倒しちゃった。去年も寝ずに、うんうん、やったんですよ、うんうん、その時は夜中から作業して、うん、でそれ終わって4時ぐらいに宿に着いて、うん、で、7時からまた開始しましょう、しますよって時に、うん、結構あの日本酒とか焼酎有名だから、あの水が美味しいので、うん、もう飲み会が始まって、結局寝たのはもう6時ぐらいで1時間しかないやしみたいな、うん、それが3日間続いたんで、また今年もそうかなと。でもね、あのあれなんですよ、写真もそうなんですけど、この映像の映画撮る時のこの、スタッフとか泊まりになるとみんな寝ないですね、うん、ここぞとばかりに、ここぞとばかりに、 これだけが楽しみだから、寝不足だった記憶がいっぱいあります。だこと今回のこの長野のこの、あの、まあ、写真の扉っていうイベントで行くんですけど、うんうんうん、去年もそうだったけど今年も寝ないのかなと思って、うん、今回 4日間あるからきついなっていう、うん、あ、なんか書いてますね、介護さんからですよ、ね、暑いの羨ましいです、こっちで半袖で行ったらお前死にたいのって言われますね。あ、まあ、確かにそうでしょうね。でうちのさ同級生なんだけど、はい、あの出張で行く地方に行く男性がいるのね、はい、で彼はね雪が降ってても半袖つけてるわけ、はい、で電車も半袖で移動してるから、はい、うん、自分の隣には座らないみたいなわけ、はい、ああなるほど。でいつもさ、うん、電車あの隣、はい、僕の隣空いてますって、うん、あのフェイスブックでアップするわけ、うんうん、誰もなんか変な人と思って、はい、座らない。で街歩いてても、はい、それだからみんなが振り向いてる写真をさ、うん、アップしてくるわけ、うん、おかしくて、ちょっとなんか来た方がいいんじゃないと思うんだけど、いつもさ、うん、なんかあれなんだって、あの何カリウシウェアだわ、でね、大丈夫かな、ちょっと寒い日があって、うん、その出張で、はい、その時に、うん、なんか長袖をもう本当につけてったって、はい、そしたらやっぱもう会場内ではもう我慢できてくれ、本当に袖切りたいぐらいだったやばいっすね。それぐらいって代謝が高いのがなんか分からないんだけど、多分この代謝が高すぎて多分本人自体が燃えてるのがとっても熱いって、熱がりなんでしょうねきっと。そうだから半袖でいいぐらいって。ああなるほどね、うん、だけどとっても大きいわけでもないし、うん、中肉中背、まあ、ちょっとぽっちゃりしてるかなぐらいなんだけども、うんうん、すごく熱いんだって、はい、もう袖切りたいぐらいっていうから相当ですね。だって街歩いててもさ、みんながこうやって振り向いてんだよ。もう北極か南極行った方がいいですよ。本当にだから沖縄でどう過ごしてるかと思うんだけど、もう服なんて着られないんじゃないですか。編集者みたいにならないとやばくないですか。本当に、はい、面白いよ。でも世の中にはいるんですよね、こういう暑がりの人って、うん、あの本当に思いますよ。だってたまにいましたもん、東京に住んでた時も、ね、だって本当に真冬なのに半袖、あ、もう外人さんが多い、半袖半パン。あ、京都とか行くと観光地寒いのに半袖半パンって歩いてるんですよ。だって今年の2月あの関西に行った時に京都の方歩いてたんですけど、観光客みんな半袖半パンでしょ、外人さん。2月寒いですよ、自分コート着てさガタガタしてたのに。あ、なんか書いてますね、外人の人って体温が日本人より高いらしいですよねって。やっぱりね、高いかもしれないね、はい、肉食だからか、だからか分かんないけど、京都行った時はもうみんなこの半袖半パンだったんで、うーん、やっぱこう体質ですね。うん、あ、はい、了解しました。はい、はいはい、もうなんかあの10月の末ということで、うん、今年もあと2ヶ月。はい、はい、早い、はい、ね、もう早いですよ。もう今年の目標、はい、達成してないですね。そうですね、もうあっという間に終わりすぎて、前半期はもう断捨離しようと思って一生懸命で、うんうんうん、あ、断捨離はしたな、はい、うんうん、断捨離ばっかりでしたね、もういらないものばっかり、うんうん、で今度ちょっとフリマがあるのでフリマで一気に売ろうと思ってます、うんうん、いいね、はい、フリマね、はい、うん、でこの本も大量に出てきたんですよ、うん、まあ、本はちょっとブックオフでいいかなと思って、うん、ブックオフがいいよ、はい、漫画倉庫持ってったらさ、うん、アイスクリーム代にもならないぐらい安いですよね。そう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 、前 DVD も整理しようと思って DVD も、30本ぐらい持っていって8000ぐらい、でその前も DVD またまとめて持ってたら1万6000ちょいぐらいついて、どこで、あ、あのブックオフです。あ、ブックオフだね、はい、そうだよね、はい、うんうんうん、だ結構ブックオフ結構いい値段で買ってくれるので、うんうんうん、はい、いいですね、うん、要は送って見るっていうこのブックオフ の、 あの宅配のやつもあるじゃないですか、うんうんうん、あれは結構安いんですよ。あ、そうなんだ、はい、うーん、ですね、だからそっちの方がいいです、うん、はい、
ということで、はい、もうそろそろ南国の愛さんのお時間が迫ってきましたので、はいはい、また、はい、11月にお会いできたらいいなと思っております。はい、はい、今日は、南国の愛さんのみゆきと、はい、SIR の SIR のみゆきです。はい、また、はい、11月お会いしましょう。はい、皆様、はい、バイバイ。バイバイ。